はいどうもこんにちは、アイコールです。今回は8周年記念放送、続きまとめていこうと思います。後半もやっていきましょう。まずはこちら、毎日抽選魔王石8個おわ80個ゲットのチャンス、実質魔王石800個配布アメリカあるんですが、毎日抽選があって8個もしくは80個もらえるんですね。80個だからもしかしたら意外と出るのかもしれない、まあ、最低でも80個は確定でもらえて、運がいい人はマックス800個までもらえます。まあ実際に動画が公式から発表されていたので見てみると、こんな感じすごいですね。めちゃめちゃ出ます。こんな感じでもらえるチャレンジとなっています。チャレンジじゃないわ、ガチャとなっています。すごいですね。続きまして、こちら選んで挑む新たなダンジョン3択1度切りゼウスチャレンジと、はい、難易度別のフロアからどれか1つだけ挑戦できるダンジョンが登場。壊滅級がプラスポイント2万もらえます。超地獄級ですね、これ壊滅じゃなくて超地獄級かな、が、50万モンスターポイントで、中級が星の源泉ガチャと、まあ壊滅級一択ですね。プラスポイント2万もらえます。で、万が一壊滅級勝てなくてもね、もう1回再挑戦もできますし、別の難易度に挑戦することもできます。最終的にクリアした時点でね、その報酬で決定してしまうので、間違えても最初中級からやろうとかってのやめてください。必ず壊滅から挑戦しましょう。攻略動画絶対出すと思います。はい、これがメンテナンス終わり次第すぐに出るので、まあめちゃめちゃ美味しいですね。壊滅級だとプラスポイントが2万もらえますという感じです。続きまして、3月にパズドラ8台リセット実施と、まあ、プレミアムガチャ、そして親友選択、ランク150、ランク250、ランク500、ランク700、ランク800、さらに一度切り超得セットもリニューアルと、すごいもらえます。はい、8台リセットが来る。そしてその上にランク900以上のメモリアルガチャもどうやら登場するらしいです、という感じになっております。はい、まあ、これはもうシンプルに嬉しいやつ、発売リセットが来ます。続きまして、その後新キャラ&新ダンジョン、まあなかなかすごいっすよ。まずは無課金キャラのラジエル降臨からですね。少し画質が悪いんで、ちょっと拡大します。はい、進化前は、こんな感じスキルブースト5個持ちですね。まあ、リーダースキルとかはめっちゃ強いわけじゃないんでそんなに話しませんが、まあ、全ドロップ強化に全ドロップ6が5ターンで打てるんですが、その上でスキルが5個と、まあ、ウェルドールは確実にこれで死んだかなって感じですね。正直ラチェルの方が強い。そしてこっち、進化後も一応ね、HP 倍の核戦向全回復を持っています。まあ、でも進化前の方が正直使えるかな。そんな感じですね。はい、次。からの、新雪原モンスター登場と、ついに来ましたね。新雪原やっぱり来ました。3体実装みたいです。まずはグランディスからですね。見ていきましょう。まずはこちら、グランディス。はい。ちょっと見てみましょうか。バインド2個、スキム2個、封印耐性、指延長プラス、無効貫通7強2つと。まあ、軽くまあまあ出ますねって感じで、スキルが3ターン受けるダメージを激減。そしてグランディスに変身と。変身ですね。30ターン、やばいね。リーダースキルは火属性の HP と攻撃力が2倍、指を2秒延長、5コンボ以上と攻撃力が6倍と。まああれですね、変身しなくても戦えるって感じになってますが、こんな感じ。変身すると無効貫2個、7強2個、指延長プラス2個になります。で、スキルは1ターンの間1コンボ加算、火属性の攻撃力が3倍、再下段横一列をヒドロップに変化。やばいっすね、これ3ターンで打てるの。30ターンかかる代わりに3倍円波と一列変換プラス1コンボ加算が3ターンで打てる。やばいっすね。リーダースキルは火属性の HP と攻撃力が2倍、指を2秒延長、5コンボ以上で攻撃力が6倍という感じになってます。はい、リーダースキルは変わりませんね。火力低いのが気になるところではありますが、もはやサブ要因としても使えるんじゃないかってくらいに、とんでもなく火力高いですね。そんな感じのキャラです。はい。で、単純な進化後もありまして、バイン耐性2つ、スキム3つ、指延長プラス、チーム HP 強化、無効貫3つ持ってます。で、スキルが光と闇ドロップをヒドロップに変化、ヒドロップをロック、10ターンの間ヒドロップがロック状態で落ちてくると。なるほどね。異変化にロックに目覚めか、ヒロックってこれすごいですね。ルーレット対策ができるのかなって感じですが。で、リーダースキルは火の2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が9倍、火を6個以上繋げて消す、攻撃力が2倍、固定コマンダメージと。まあ強いけど使いづらさはありますよね。はい、そんな感じです。で、聴覚性も対応しています。という感じですね。はい。次、有利ですね。2体目。進化前は、スキルに、追い打ちに、毒耐性プラスにチーム回復強化3つ持つと。で、スキルは、左端を水に変化、水ドロップをロックの10ターン水目覚め。水目覚めじゃない。水ロックですね。水ロックですね。私もルーレット対策できる感じかな。スキルは、水属性の HP と攻撃力が2倍、指を2秒延長、スキル使用時攻撃力が 8.5 倍と、これ強いですね。17倍の火力が出ますって感じです。はい。で、まあ、聴覚性も対応しています。そして、進化後ですね。7強2つに指延長プラス2つと。スキル、水以外のドロップから回復ドロップを2個生成、2ターンの間回復ドロップが6状態で押してくる。またしても6目覚めか。まあ、リーダースキルは多色だから使いづらいけど、攻撃回復が3倍、2コンボ加算の回復6個以上つなげて消すダメージを半減、攻撃力が6倍って感じになってます。直角戦もこんな感じで7強3つ持ちにできますね。はい。さあ、続きましてこちら、読み方わかんないですね。このキャラですね、なんと、
変身後ロシェに変わると10ターンなんですが、無効感を2つに7強を2つに L 字持っているんですが、なんと変身後ロシェになります。そしてなおかつスキルが10ターンキドロップが落ちやすくなってロシェに変身ということなんで、目覚めとしても優秀と。でリーダースキルは貴族性の HP が2倍、攻撃力が5倍、指を2秒延長、木の2コンボ以上で攻撃力が 3.5倍、3コンボ以上で固定1ダメージと。まあただこれに関してはですね、リーダーで使う場合は変身できないと思うので結構使うのは難しいかと思います。なのでまあサブとしての方が強いんじゃないかな。そう、リーダーとね、して使った場合、ロシェにバンって変身されるとあれってなっちゃうからね。で、スキルは、間違えた、進化後はこんな感じ。バイン耐性2つ、スキルブーストプラス、イベントプラス、そしてこれが、なんだ、お邪魔耐性プラスか。で、80倍以上強化を打つと。で、スキルは、水ドロップを火に、光ドロップを火に、木ドロップを6の10ターン、木ドロップが6状態で落ちてくる。で、リーダースキルは、火、木の同時攻撃で攻撃力が9倍、7コンボ以上で攻撃力が2倍、木の2コンボ以上でダメージを半減、固定1ダメージと。これ結構ね、3体のうちね、あ、で、直接こんな感じ。で、この子ね、スキルを使うために変身を繰り返すんですよ。ロシェ、レックス、超転生フレイヤー、そしてソニア、オーディン、ゼラって感じで変身を繰り返します。これが2月20日木曜日0時から開始されます。個人的な評価なんだけど、結構ね、どれも強いんだけど、最強ってわけではないから、ファスカネレほどの印象はないかな。うん。で、まあ、8周年記念メダルがね、1枚配られまして、なおかつ20日木曜日からなんと交換ができます。これ交換のおすすめキャラに関してはまた動画でまとめていきますね、明日。で、さらにパズドラパス有効中の人のみですね、なんとパズドラパスを持ってる人だけで、8年記念メダルをもう1枚もらえます。つまり3体中2体はもう交換でゲットできるんで、めっちゃ美味しい。で、まあ新たなシリーズ登場となっているんですが、これはまた後で話しますね。まあ個人的に3体のうち1体、今パッと見た感じだとね、そうだな、どれ取ってもいいんじゃないかって感じはあるんだよね、実際。どれも強いんだけど、まあ個人的にグランディスは気になるんだけど、非属性だから使いづらさはあるし、ユリア可愛いけど、なんかすげえ、これといってパッとしないし、この子面白そうだけどなんか使うの難しそうだしっていうので、すごいどれ取ってもいいと思います。自分が欲しいキャラ取るのが一番いいと思います。ただまあ一応ね、どれ取った方がいいかに関しては明日話していこうと思います。これが新フェス限定の詳細となっております。続きまして新シリーズ見ていきましょう。さあ続きまして新シリーズ、神儀竜物語ですね。どうやら全てのキャラが変身を持っているらしいです。まずはダイヤから見ていきましょう。18ターンで変身できて10ターン1コモカ3スキルっていうね、すげえ尖ってますが便利なスキルを持っているんですが、こんな感じで変身すると、なんだこれ、チーム HP 強化2つにガドブレに10強7強7強超倍に耐性と、すごい止まってますね。76リーダーと組み合わせるとすげえ強そう。で、スキルは1ターンダメージ無効を貫通の1ターン受けるダメージを半減と。リーダースキルは神タイプの全パラ2倍、指を3秒延長の4色以上同時攻撃で攻撃力が上昇さ、固定5万ダメージと。そうですね、神タイプの76の、リーダーと組み合わせるとかなり強いんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで、アリナですね。アリナ、スキル3つに、バイン耐性プラスに、雲耐性も最初から持ってるんですよね。で、スキルは6ターン、最大 HP40% 分回復の、アリナに変身と。すでにもう進化前からリーダースキルはね、変わらず強いです。貴属性の HP と攻撃力が 1.5 倍、指を3秒延長、木の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が11倍と。だから、序盤は別に無理に使わなくていいって感じのキャラで、まあ、裏切りとかだと後半使ってあげて、はい、こんな感じ。まあ、雲耐性7強2つ無効化になって、回復努力も2個増えます。で、スキルはバインド覚醒無効全回復、最上段を木に、全ドロップを6、間違えた、木ドロップを6ですね。これが4ターンです。4ターンでバインド覚醒無効全回復ってやばくないか。なんか、新フェスゲンよりこっちの方が強い気がする。リーダースキルは変わりませんが、めちゃめちゃ強いと思います。回復系。そして、グリゴリー。これもね、進化前はそんな強くないですが、進化するとね、まず火と木の、落ちやすくなって、そしてグリゴリに変身と、はい、変身後はこんな感じ。ウェイ7個、バイン耐性プラス封印耐性っていうね、まじ脳筋火力バカ野郎になると思うんですけど、火力相当やばいと思います。ダメージ無効化に三色陣が10ターンで打てる。めっちゃ強いですね。で、体力タイプの全パラが2倍、毒ダメージを無効化。火、木の同時攻撃で攻撃力が10倍、固定100万ダメージって感じになってます。これ相当やばいよな、マジで。やばいな、普通に。で、エレメイ。ですね。バインド、封印耐性、スキル2個に L 字に操作負荷持ってて、スキルは光と闇の2色陣、なおかつ変身ですね。リーダースキルは闇属性の HP と攻撃力が2倍、指を4秒延長、光闇の同時攻撃で攻撃力が8倍、1コモカ3って感じになっていて、変身するとこんな感じ。でん。はい、もうね、ガラッと覚醒変わって、L 字操作負荷無効感3つと。で、スキルは、闇属性と回復力が3倍になります。闇属性の攻撃力と、あと回復力が3倍になって、闇ドロップを6、これが4ターンですね。4ターンに1回、3倍延波と回復力3倍延波する打てるってやばいよな。で、リーダースキルは変わらずなんですが、指もめっちゃ安定するし、初心者でも使いやすいキャラだと思う。かなりぶっ壊れシリーズなんじゃないかな。さらにまだいます、ディーナ。
これも星だな。封印に無効感2つにイベントプラスがあって、10ターン指を1秒延長してから変身できます。18ターンですね。こんな感じ。封印耐性無効感2つ、イベントプラス L 字7強2つに、バイン耐性プラス悪魔キラーと、攻撃タイプなんで悪魔キラー戦隊も一応触れるかな。で、スキルはランダムで水ドロップを3個先制、全ドロップをロック、さらに1ターン。これあれですね。完全にルーレット対策。裏異形、クソ塗るゲーになりますね、マジで。完全ルーレット対策ですね。で、リーダースキルは攻撃タイプの HP が2倍、7コンボ以上と攻撃力が7倍。水の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が3倍。これめちゃめちゃ強いんじゃないかな、マジで。これめちゃめちゃ強いと思う、ガチの。やばいやつじゃん、これ。普通に、もう、マジやばくない？ミナカと組み合わせたチートじゃない？これ。って思ったけど、ミナカには攻撃タイプないんですね。だからまあ、使い合わせにもよりますが、強いリーダーがいればマジやばいと思う。そんな感じのシリーズが、実装されます。やばい。で、さらに特別ダンジョンも同時開催。はい、奥に潜む邪悪なりを打ち倒せと。さらにイベント期間中ログインで1回は確定でもらえます。これは2月24日月曜日からですね。これもまたね、直前に全てのキャラ詳しく話します。今回はね、あくまで流れで見てほしいだけなんで、こんな感じで解説はやめておきますが、もし気になったキャラがいたらですね、ぜひとも一時停止して確認してみてください。そんな感じのイベントとなっております。はい。では、こっからはね、次の動画でまとめていこうと思います。今回は一旦ここまでで終わりにしようと思います。理由としてはもうキャラ情報が多すぎて多分皆さんごっちゃになると思うんで、一旦ここでやめておきますね。まず、個人的にフェスゲンに関してですね、個人的な判断としてフェスゲンに関してはぶっ壊れてはないと思う、全然。だから普通になんかね、あ、面白いフェスゲンだなぐらいの感じで、まあ、あんまこういう方も良くないですけど、そこまで無理に追う必要もなくて、ただまあ、せっかく1体もらえるならもらっておきたいキャラではもちろんあるので、せっかくもらえるならって感じで1体もらってあげればいいと思います。まあ、個人的にはもうこれ、メダル置いといていいんじゃないかな。まあ、自分が使いたいと思ったタイミングでね、こういうキャラたちを取ってあげるのが一番お得だと思うんですが、まあ、グランディスもね、非常に強いしね、そんな感じですね。で、まあ、何よりね、石配布が来るので、はい、これね。ここで石配布が来るので、基本的にそこまで最初の方は石困らないと思いますが、この配布が止まってから相当石がやばいことになりそうですね、このコラボは。コラボっていうかシリーズだね。なおかつこれにコラボも重なるって考えると結構石はやばそうだよな。さらにこのシリーズね、まあ強いキャラたち多いっすよね。これ18ターン変身で多色の普通に強キャラになると。で、さらにアリナ、これね、変身しなくても強いし、クロリループみたいなことができて、なおかつ変身するとバインの覚醒無効全回復が4ターンで打てて変換持ちっていうね、クソぶっ壊れだよね。やばいよな。まあ、HP 倍率もね、ちゃんとあるからね、軽減もあって普通に強いやつ。コマさんとかもね、雑魚だね。で、グリゴリーは変身してあげると、ひときの目覚めを増えて、なおかつ無効感に三色人と。まあ、体力タイプで合わせれるリーダーがいればマジやばいよなって感じ。エレメイはもうね、言わずもがな、初心者でも使いやすい二色人変身した後に、こんな感じで、しっかりと火力も出せる強キャラになります。で、ディーナ。最後にディーナは、まあ、これが一番個人的にやばそう。マジ、無理やりミナコと合わせても強そう。そんぐらいにやばいと思う。マジでこれが個人的にダントツだと思う。76で強キャラの水属性のリーダーと合わせたらマジぶっ壊れると思うんで、ほんとやばいと思います。ガチでガチのやばいやつだと思う。こんな感じです。とてつもなく強いシリーズ、個人的にフェスインよりシリーズ注目してほしいって感じですかね。まあ残りはじゃあ次のパートで見ていこうと思います。じゃあ今日の動画はまずね、パート2はここで終わりにします。ぜひパート3もご覧ください。チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。